ナンパに関するポップな質問です。はいはい。おっとなる子を街で見かけたとき、声かけまでに間を置かずすぐ行くことが肝心要かと思うのですが、躊躇してしまい、自蔵したり、声かけまでに時間がかかってしまりという、かかってしまったりという場面が多いです。声かけの初動を早くするような訓練法やナンパの取り組み方があれば、ライブで語ってもらえないでしょうかと。あるあるな、お悩みですかね。うん。ポップかつあるあるが。ナンパでちょっと自蔵ったり、ちょっと躊躇していかれへんかったり、みたいなね。いけるように、声かけられるようになる方法、みたいな話ですけど。うん、まあ、ポップですね。もうこれ結論というか、もう、俺がナンパ始めた時、十何年前かに、さっき言うといて欲しかったやん、みたいな、声かけに関することで。それさっき言えよって、当時の自分に言うてあげたいことがあるとしたら、ほんまに、声かける以外何にもないでっていうことなんですよね。ほうほうほう。どういうことかっていうと、やっぱナンパやったことある人やったらね、ちょっと緊張するなとかさ、あの、周りの目気になるなとか、あと、なんか、準備していったら、例えば、ファッションとか筋トレして、自分に自信あって、セルフイメージあったり、高かったりしたら声かけれるんじゃないかとかさ。あと、ある程度声かけるときのフレーズとかが準備できてたとしたらスムーズにいけるんじゃねえかとか。とか、まあ、あと3秒ルールとかあるのよね。なんか見かけたら、3秒以内に行ったらもういけるよね、みたいな。いけるよね、とか。ああ、なるほど。一番、あ、もうそれ自分ルールとして、3秒ルールっていうのを設定するとはかどるよ的なこと。みたいなんとか、そういうトレーニング方法とか、無限にあるわけよ。無限にあると。なんか、コツとか、なんか訓練法とか。で、そういうのあるんじゃねみたいな。それ知らないだけでとか、それやったらいけるんじゃねって思ってること、全部クソ無駄やでって昔の俺に言うてあげたい。なんかすごい今語気やったら、クソ無駄やで。あの、ほんまにクソ無駄。それ考えてるからいかれへんね。ほんまに。なるほど、なるほど。で、結局。なんかメソッドがあるのじゃないかとか。そうそう、メソッドとか、こっち、知識不足なんじゃないかとかね。そうそうそう。とか、訓練法が悪いんじゃないかとかさ。そういうことに、意識を向けてる当時の俺に言いたいしねえと、もう意味ないでそこに思いを馳せてる時間全部無駄で、結局声かける以外何にもない思った時に、で、なるほど、言うて、昔の自分にがそれ言うてくれたら、俺多分めっちゃ嬉しかったと思うわ。後のやつ全部枝葉やから、捨てれるというか、その使いはするけど、そこに意識注ぐことをやめて。どうせ声かける以外ないんやろって、ある種なんか腹くくれるというかさ、なんかシンプルになるわけよね。なるほど。主人公感マックスになるというか。あ、もうシンプルに、だからもうそういう子がおったら声をかける以外のことを考えないように。そうそうそう。結局はそれ、どうせどんだけコツとか武器があっても結局声かけることからは逃れられないわけで。ってなると、ちょっと主人公感アップしたり、なんか腹くくれたり、独立復帰やったり、したんで、当時の自分やと。ワンチャン合流した方がいいんちゃうかとか、コツあるんちゃうか。あ、なるほど、なるほど。思ってるうちはね、意識がね、まだ腹くくれてないんで、それ、そいつは。あ、そっか、なんかそういう、こう、やり方とか、なんか情報とか、例えば、じゃあ、その、いわゆる地蔵をしているけど、一人やったら地蔵しちゃうから、なんかこんな環境に身を置いた方がいいのではないかとか、合流するとかっていう工夫をした方がいいのではないかとかっていうのせいで腹くくれてないと。そうそう、シンプルになっていないから。その雑音があるせいで、ちょっと本質からずれてるじゃないけど、声かける以外結局ないのにね。確かにね。退路立たれてないというかね。そうそうそう。そっちに逃げれるもんね。そうそうそう。で、退路立たれた上で、それ分かった上での、その、なんかフレーズ覚え、準備するとか、ファッションがとかっていう、なんかプラスにあるものは使ったらいいけど、みたいな。なるほど。それ、そう、確かにね。を、昔の自分は、言うといて欲しかったって思います、すげえ。言うといて欲しかった。大学3年生ぐらいの時の、奥村翔太少年は、少年というか、もうおじさんやけどね、21歳ぐらいやろから。青年はね、それ言うといてくれたら変にね、もう、ごちゃごちゃ。セルフイメージを高めなければいけないんじゃないか。まずアファメーションなんじゃねえかとか、そんなことせんかったやろし。まあ多分これってナンパ以外でも全部そうやろうね。まあ、前回も喋ったから、アファメーションだの、自己啓発本読み漁ってだのみたいなさ。まあ、いつも喋ってる。そういうことすんねん。そういうことすんねんけどね。するやん。
でも、あるあるやん。なんか、それこそ最近、その会社辞める人多いです、みたいな話もそうやけど、会社を辞めるための準備をするとか、まず準備は、ただ、必要な準備は必要やと思うんやけど、でも準備をする、結果的になんかそうやっていくと、準備をするための、こう、準備があって、みたいなさ、のためにはこれを学ぶことが必要で、みたいなさ。で、そのためのマインドセットが必要で。そうそう。その学習効率を上げるためには、こんな本を読む必要があって、みたいな。そう。マインドセットを整えるためのインプットが必要で。そうそう。でも、インプットの習慣をつけるためには、習慣のメソッドが必要になってきて、みたいな。必要で。でも、これ、ちょけって言ってるけど、ほんまになんか、ほんまやもね。自覚なく、それをやってしまって、そう。結局、そう。戻っていってるというか、遠ざかっていってるのにもかかわらず、俺人生進めてるっていうふうに思ってるしね。うん、そう。だから。例えばナンパやったら声、美女って声かける以外ないのに、あ、この美女に声かけれるようになるために今日は服屋に行ってファッションの勉強をした。筋トレしてちょっと自信を高めた。うん、なんかナンパで YouTube 誰かやってる人見てフレーズを覚えた。進んでるぜ。うん、お前遠ざかってるでめちゃくちゃ。あるあるよね、でも。それあるあるだけど、恐ろしい。恐ろしい。そんな、なんぼほどそれをやってしまったことかっていう、これ確かに。で、なんぼほど遠ざかってみたかっていう、ね。そう。でさ、階段1段しかないのに、自分で階段を作っていくとか。そう。階段作りの方が早い、ね。自分が登るよりも。そう。だからほんま、逆のエスカレーター歩いてるみたいな感じ。歩いてんねんけど、遠ざかっていくみたいな。そう。階段作ることに対してはすごいクリエイティブやったけどね。そんな階段用意せんでよないみたいなね。そう。で、気づいたら、なんか、最初に掲げた目標みたいなのから、ずっと無限交代していってて、うん。だからなんか、まあそれって、なんか短期で見てるときは、おっしゃ、進んでるなんやけど、そういう時期が2年とか3年とか経過すると、なんか、振り返ったときに、うん、え、マジで俺1ミリも人生進んでないやん、みたいな。そう。っていうかもうじゃあもうなんか無理やんみたいに思ってくるよね。俺、そう無理なんじゃんか。どうやもしてないのに。そう。どうやっても向かい風やから無理みたいな。そう、うん。何もやってないくせに、もう俺はその分野向いてないんじゃないか。無理なんじゃないかぐらいまでね、そう思ってしまうリスクが。でも努力が足りないから、もっと努力しようって言って、努力すると結局もっと階段作っていっちゃうから。っていうループ。でもこれがね、逆でもう声かける。とか、なんかやったら声かけるやし、会社辞めれた会社辞めるっていうのはもう分かってて、それ腹くくってるのであれば、そのための準備とかは、本当に、プラスめっちゃいいけどねっていうね。逆ね。うん。それ、なぜか昔の自分は先言うといてほしかったというか、なんで言うわな、逆階段作って戻っていくって話やねんけど。そう。そういうところがアホっていう。そこがね、真のアホたるゆえんですね。うん。うん。それをね、誇りに思っています。そんな、青な自分を。そんな、青な自分を、アイデンティティにしています。絶対に負けない自分の優位性にしています。そう、うん。他の男との差別化にしています。うん、モテの。意地でも負けない。そう。モテるために。うんうん